再びこんばんは。こんばんは。再びこんばんは。こんばんは。メールを打ってるよ。メール打ってたメール打ってた。みんな集まってくれてありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、ということで第2部です。よろしくお願いします。あ、なんかリップが漏れちゃってる。なんかあるあるなんだよね、このリップが漏れちゃうの。ちょっと中にいっぱい入ってるから、入れる時とかにもっとなんか綺麗に拭かないといけないんだろうけど、そう、私がやってないからだな。はい、ということです。はい、ちょっとテレビ気になりますが気になりますが、気になってる、録画してるのに気になってる。あそこも大工かかるんだ。いいよ、あそこも大工かかるんだそう、秘密が多いからね。そう、全部映せないかったりするからね。そう、ね、
嘘で。難しいよね。そう見ちゃおう。てこい、てこいな、てこいな、てこいな。うんうん。そうだな、ブログも見てくれてありがとう。ありがとう、ありがとう。私の、あと心残りはメールです、メールです。メールです、メールです。ちょっとメールタイムしていい？そしたら、さっきもメールタイムだったんだけど。ごめんね。ごめんね。ブログの返信もたくさんありがとう。なんてやつにしようかな。はいはいはい、あーい、できた。はい、メールを送りました。7つ、やったー。あとは今日までの課題がないか見て、で、確かにないんだよね、今日までのやつは。ないし、ないし、これ下までだからいいくて、そう、あと1日あるか、大丈夫。はい。はい、大丈夫でした。明日、てか今日までっていうか明日までみたいなやつが、おう。なんか珍しくっていうか、ずっと配信見てる方はなんかわかるかもしれないんですけど、私定期的に追われてて、配信しながらやばい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 、いや絶対間に合わんだろ、やばいやばいって何ヶ月に1回かなってるんですけど、それを今回はですね、余裕のよっちゃんでもうすでに終わっております。これ今日か明日までなんだけど、確かそう、もうなんか移動中とかに、なんかとかいろんな合間にもうボボ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 って、そうやって、今日まで明日まで、その第一関門のところはそうクリアいたしました。大丈夫、寝れる今日。言っちゃさす、そうよかった、割とコツコツやってた。やった。そう、でもこれはなんか珍、いや、なんでもないさ。そう、毎回言われてたからね。そう、でもこれはなんか何回かまたあるので、そうなの、やらなくちゃいけない。まあね、移動中とかでそうやってけば良い。頑張る。でもなんか難しそうなやつを割とね、この期間中にちょっとやっちゃったので、そう、未来の自分のために、そう、未来の自分のために、そう、簡単めなのを残せるよ。余裕が、心に余裕があるとって大切だもんね。うん、
そう、自分に余裕があると相手にも余裕の対応っていうかね、相手のこととかにも余裕が持てますしね。そうからね、寝れるし朝は早く起きる、なんか朝は分かんないけど夜は早く寝れるし、あ、連結するってよ連結するってよ、わうわうわうチューしちゃう、チューしちゃう、チューしちゃうよ。すごい、そこにカメラ、あ、いや、運転席もしかして、いや、あーあーああ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 あ、すごいね、すごい、立てほやほやと、いい、いいじゃないですか、いい、うおー、いい、ピカピカ、ピカピカじゃないですか、指紋つけられないね、いい色ね、いい色だわ、本当にね、いろんな職人さんがね関わってここまで形になってねー、できたわね、お、15分経ちました、イエーイ、カタプラ、あはは、何、頭に全部ついてるの、あははは、新吉くん、新キャラ、新吉、新吉くんってつぶやいとこ、
つぶやいたやみんないきなり通知が来たでしょ。すごい、もう反応してるんだけど。みんな、私がいきなりつぶやいてもこんなに早く反応するのすごい、もうタイムラインちょっとゆるキャラすぎたね。可愛かったね。ハッシュタグ深い話つけてくれてありがとう。私が何にもつけてないからありがとう。私の代わりにハッシュタグつけてくれててありがとうマスト案件ねユミリンが行ったところと同じ場所。ううん、同じ場所じゃないのよ。こういう場所はね、全国ね、何箇所かありましてね。私が行ったのは、そう、JR 東海さんなので、そう。ちょっと管轄が違うところかな。そうそうそう。ねえ、仙台だね。仙台行きたいなぁ。おぉ、なんか、すごい鼻が高い人みたいな感じだよね。あの鼻が高い人ってさ、こう下見た時自分の鼻見えるのかな、なんかそんな感じでね。あの鼻長いから、鼻筋が長いから。え、待って、妹さんそこ座ってんの？輝いてる。とか新車なのにね、洗うのすごい ね。あ、かわいい。先生見たことある。そう、私もなんか乗りましたよ、戦車は。ははははは。わあ、すごい。こんな近い距離でね、通らないもんね。普段そんなこの距離ですれ違う時って一瞬だもんね。いや、私ね、東日本にあんまり行ったことがなくって、だから私こういうハヤブサとか見れるのが本当にね、あの東京駅、広島からとかだとギリ東京駅で見えるじゃないですか。でもそれぐらいなんですよね。そう、私はそうだから、そのね、まあいわゆる新幹線のお医者さんって言われてるドクターイエロー、黄色い新幹線は何回も見たことあるんです。広島も山口も通るし。だけどこのそのそう、また私たちのところを走らないイーストアイっていう新幹線のお医者さんがありまして、はね、見たことないんですよ。ドクターイエローと一緒でダイヤは非公開で、そう、まあ一般の人は乗れないし、そう、そう、そうなのよ。
私たちのところはドクターイエローなんだけど、東日本ちょっと待ってね、そう、え、本当に見たことない、見たこともないんですよ。愛は小文字で愛なんですけど、そう、なんか白ベースに赤いラインが入ってて、そう、私がだから今見れるとしたらとか東京駅とかなんだけど、あ、プラヘルだったもん。え、そうそうそう、私の冠番組の青春48切符っていう冠番組って全部見ようみたいな感じで、私が一切見たいですってずっと言ってたんだけど、結局プラヘルを見ました。そうなの。ドクターイエローはどうやって見たの？あ、でもちっちゃい頃からいっぱい見てたな。やっぱ広島山口いると、まあ不定期だけど、まあね、1ヶ月に何回か通るし、あと私も今お仕事柄いっぱい新幹線に乗ってるので結構すれ違ったりとかするし、あとはあのね、なんか例えばなんかちょっと前にあったのが、普通にそのマネージャーさんは東京で待ってて、一人で広島からその、まあ、品川まで行くっていうことがあって、あのそう、めで始発だったのかな、その時。そうあのね、始発で一人で行ったのよ。そしたら品川で降りたらなんかカメラ構えて待ってる方がいて、で始発って言ってもまあ10時前とかにね着く、東京には。そうで、なんかカメラ構えてるからもしやと思って、まあ、ちょっと待ってたんですよ一緒に。そしたらドクターイエローが来まして、もうめっちゃ眠いけど、はい、やっぱり来たじゃんって思って写真撮って、タイルいたんですよさっきってマネージャーさんに報告しました。うんね、わあ、あの椅子いいね、運転席の椅子素敵だ。あ、閉じ目よし。ねえ、ああすごかったね。まあなんかイースターアイをまあ生きてるうちに見たいですね。本当に見たい、見たいな。イースターアイ、生で見たことない。え、そうだよね、そうなの。なんかそうなの、遠くとかに行く機会もあんまりないしね、私。全国ツアーもねえないしね。
青森とか行きたかった。青森、仙台、宮城、宮城、あれあ、宇都宮いいね。餃子食べたいね。最高だよ。あ、47都道府県行きたいね。え、PR 舞台がさ、なんかあの沖縄やった時はキャパどれぐらいの大きさのところでやったの？沖縄ってそんなにいっぱいライブハウスとかあるの？すごい未知の世界すぎて。300人とか400人とか200人とかかな。それくらいの大きさのところでやったの。知らない？わかんないか。おお、まあ、じゃあスタンディングだったらそれぐらい入るみたいなやつなのかな。ね、着席だ。あの時期だからまだ着席だよね、きっと。だからもうちょっと少ないくらいかな。どうなんだろう。に沖縄は行きたいね。あ、おーおーおお、沖縄と、あーでも鹿児島とか行きたいな。鹿児島、鹿児島に行きたい。熊本、大分、あ、大分だ。そういえば大分だわ。温泉入んなきゃね。大分まあでもあとは花だれで花だれで徳島と愛媛に行きたいです。誰か花だれで愛媛と徳島に行きたいです。これはちょっと、うん、やだよ、最初で最後のみたいな、その千秋楽ツアー、七軒ツアーみたいな感じでさあ、最初で最後のとかダメだよ、ダメだよねえ、徳島行きたいですね。ねえ、徳島行きたいな。もう結構行ってないかも。うん、愛媛は行きたいね。愛媛行きたいよね。一緒に行こうよ、愛媛と徳島ね。今年中に本当は今年中に、じゃあもう遅いかもしれないけど、まあとりあえずは今年中にね、行けたらいいよね。そう、あんまり公園出てない人言ってるかもしれないけど、そもそもね、そう、まあ、公園も出たいし、徳島と愛媛も行きたいしみたいな感じですね。うん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 、行けたらいいね。ね、いろんなとこ行こう。どこ行こうかな。ちょっと地図見ます。地図見ます。どこ行こうかな。
はいはいはい、まあ、新潟は行けるしね。あ、石川、はい、石川。あはは、石川。山形。あとはね、意外とって言ったらあれだけど、栃木とか群馬とか茨城、埼玉とかってやりたいな。ね。なんかないかな。あとは、まあ、岐阜でやりたいなね。岐阜の子入ってきたし、私も岐阜住んでたし、あらあら、ちょっと世界まで行っちゃった世界まで行っちゃったね。そうそう、北に来ること、まあね、北海道行ったしね。北海道も北海道ツアーしてもいいくらい北海道ツアー1週間ぐらいかけて北海道ツアー、もう何がな、でも1週間北海道ツアーだったら、まあ仕方ないから1週間ぐらい北海道泊まらないといけないじゃないですか。そんな1日ね、あの広島とか帰れないですから、まあ仕方なくね、まあ泊まらないといけないので、そう、まあ泊まってる間にジンギスカン食べたりとか、まあなんかいろいろおいしいもの食べたり、ソフトクリームいっぱい食べて、仕方なくね、仕方がない。そう、みんなもね、ツアーがさあそこの場所だと、まあ仕方ないじゃん、自分たちがね決めたわけじゃないからさ、仕方なくさ、ツアーのために仕方なくみんなも行くからさ、仕方なく食べるでしょ、ご当地のものね。だって仕方ないからいいんだよ、みんな全然いっぱい食べて、そうね、宿探しも仕方なくワクワクしながらね、あここ安いなとか、あここいいなとか、ここだと大浴場ついてるなとか思いながらね、仕方なくワクワクしながらね、選ぶところから始まって、そう、ね、そう、普段行かないところとかね、だってそこでね、なんかコンサートがあるわけだから、コンサートあるんだとね、行かないといけないわけじゃないですか、みんなもね。そう、うん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 、そうね楽しみだな、楽しみだなしかも神戸もさ2日間あったら分かんない、でも自分がさまだどこに出るかが分かんないから、2日間とも出るんだったら神戸泊まりかな、ね、どうなんだ、4公演あるから4公演でみんな出るようにするのかな、どうなんだろうね、それとも4公演メンバー一緒なのか、ちょっとまだね何も分かんなくて、いいけど、もし2日間とも自分が出るんだったら、まあ、ね、仕方なくあのね、神戸止まんないといけない、仕方ないでかなり超えましたわおもろいおもろい、いいよいいよ、どんどん食べてこう、カフェ巡り、まあカフェ巡りまではできないかもしれないな、そう、あんまりみんながいろんなとこ行くと多分ね、ちょっとマネージャーさんの手は2つしかないから、そう、目も2つしかないけど、1個しか見れないから、そう、それはちょっと本当に仕方ないく、本当にそう、本当に仕方ないけどね、うんうん、あ、神戸は餃子も美味しい、そうなの、あ、仕方なく全員で焼肉を、そうだね、だからなんかまあ、なんかみんなでどっか行けたらいいね、夜ご飯とかね、ね、そう、ツアー始まりますし、初日ですよ、
神戸は。そう、初日です。まあ楽屋でね、肉焼いててもいいし。そう、メンバーもご当地グルメは仕方なく食べれるといいね。そうだね、そう、うん、赤にと焼肉、あ、なんかそろそろもらえそうの連絡が来ました。お肉、焼肉、食事券。そうだから、まあ夏くらいまでには行けたらいいな。お互いのスケジュール見て。赤に内緒ね、内緒ね。もう多分ここで言ってる時点でもう多分内緒じゃないんだろうけど、別になんか内緒ねって言えば言うほど燃えちゃう人もいると思うんで、別になんか、そう、なんかそんな確約できないので中途半端なこと言わないでねってだけなんで、あれがあれであれですけど。そう、ね、ツアー始まっちゃうと多分お互いなんかきっとダンスに追われる日々が来るかもしれないので、そう、始まる前ぐらいに行けたらいいよね。あとはきっと夏もまたフェスがいろいろあったりとかして、あかりもね多分 PR 舞台とかでもいっぱい出ると思う。四国とかでももちろんね、ってなると多分本当にそれね、ツアー前とかに行けたらいいよね、それは、うん、ね、また相談します。一緒にどの日が空いてるとか、夜ご飯行ける日とか、ね、話しますよ。ね、なんかツアーね、研究生と別れちゃうのなんか寂しい。私は寂しい。多分いろんな、ね、考えがある。まだ一緒にできないよみたいなことなのかもしれないけど、きっとなんか一緒にやることでなんか、そう、なんかグループのこととかもいっぱい知ってもらえると思うし、全員のとこもあるし、多分全員って一期ドラ3期全員ってことだよ、あれ多分。そうじゃない、そうだから結局ツアーは一緒には出ないんですよね。だから次一緒にステージ立てるのいつだろう。だからあの福山がめちゃくちゃレアだったんですよね。でもう次本当に多分ツアー終わるぐらいまで一緒になんか立てないんじゃない。ツアー始まっちゃったら別々で動いちゃうからね。ツアーみたいな、そうそう、きっとなんかマネージャーさんとかもいろいろここはこうするんだよって教えてくださると思うんだけど、なんかこうメンバーだからわかることとか、なんかそうメンバーだから気がつくこととかっていっぱいあると思うので、なんかそうそう、それがさまた一緒にやることでなんか気がつくこととかお互いがね、そうそうあると思うから、なんかね一緒にできたら嬉しいな。普通に一緒にやりたいだけもある私が。せっかく STU 入ってくれたからね、そうそう、
ーちゃん見てなんか学んだこととかいっぱいあるし、教えてもらったこともいっぱいあるし、ね、自分が教えるってなるとあーなんか自分はできてないしなってなっちゃうけど、でも自分がそう思ってもきっと、まあ、一応7年間やってきてるからなんかはあるんだろうなって思います、思いますし、ね、そうそうそう、ねそうだね、だからお互いツアーで成長して会いましょうってことなのかな。ね、でも 2.5 期もみんなしっかりしてるから、なんかいろいろ負担とかが大きくならないといいな、きっと。そうまだ研究生だけど、きっと研究生のツアーとかなんかまとめたりとかすることになるかもしれないし、わかんないけど、そう先輩だしね、そう負担にならないといいね。まあではまずはね、それよりもゆっくり休んでね、欲しいね。そう元気になってもらって、そう健康第一でだね、ですね、ね、ですね、みんなもだよ、みんなもね。早くお誕生日ケーキが食べたいな。あ、新吉くんってトゥエートの忘れてた。みんなありがとう、なんか返信してくれてるみんな。可愛かったねって。ありがとう。ツイッターの話。でももう5月も終わっちゃいますね、あっという間すぎてびっくりしちゃう。あ、メールが全部来てる、やったーやったー、なんか全部同じ写真に撮った、なんかこの4枚絶対さっき撮っただろって感じの写真が来ました、4枚、イエーイイエーイふわ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 、また雨かな、どうなんだ、そしまそしまのてんふんふんふん、あ、晴れてる晴れてる、え、でもめっちゃ寒か寒か寒か、え、マジで寒いじゃん、朝寒、夕方とかに暗いのかな、言うても明日の夜もちょっと寒いかもね、なんか私日中だけかと思ってた寒いの、夜も寒いって。んー、あ、花火大会ね、花火大会のさ、なんかいろいろさツイッター回ってくるんだけどさ、まとめたやつがなんかそう、おすすめおすすめってとこさ、自分がフォローしてなくてもなんかね、なんかフォローしてないやつもなんか来るよね、タイムラインに。それでね、そう全国の花火大会まとめてくれたやつとかがさ、見ない、見る見るなんか自分がおすすめされてるとみんなもおすすめされてるの出てくる出てくる、そのめっちゃもうほぼ毎日ある感じの、8月もほぼ毎日あるよねこれ、もうなんか私いつか
8月1ヶ月休んでお仕事を毎日花火大会巡りしたいな。こういうの見せられたらさ、ちょっと老後とかでもいいからさ、なんか花火大会に合わせてさ、あのね、よくない？8月1日山梨山中湖、8月2日新潟、あ、3日新潟、4日福岡、5日北海道、あ、5日めっちゃあるね、へえ、6日島根、7日青森、8日滋賀、9日高知、10日和歌山、11埼玉、12栃木、13あ関門海峡、14山形、15長野、16群馬、17三重、18静岡、19大阪、20岩手、21ないのか、22静岡、25静岡、25新潟、26千葉どう？こんなに毎日やってるんですよ。しかもめっちゃ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 だよ。YouTube の企画でやりそう。え、ありそう。ハードなツアーやな。ねえ。そう。なんか、しかもさ、隣の県とかじゃなくて、こっち行って、こっち行って、こっち行って、あっち行って、こっち行って、こっち行って、みたいな感じ。でもさ、花火大会って大体さ、夜だからさ、日中に移動できちゃうよね。ね。いいよね。移動費と宿泊費と花火大会の日は高いだろうな。その日はね、高いところを巡っていくみたいな感じで、よいしょよいしょね、移動で忙しい。まあでもだから、そう、花火大会夜だから、もう日中に移動しちゃえばいいんだよ ね、よい。楽しそう、贅沢の極みねえ贅沢な遊び。え、ほんと、なんかいつかやってみたい1ヶ月花火巡りだってさ、大きい花火大会ってさ、1年に1回行けたらめっちゃいい方じゃない？うわ、今年花火見たわー、すごかったなーってなるよね。それをさ、毎日とか見ちゃうとさ、なんか、でも花火大会もさ、規模があるじゃん。何万発だったり、まあ、5000発、3000発だったり、2万発だったり、あとはなんかね、あるじゃん。だからなんかすっごいやつ見ちゃった次のやつとかさ、めっちゃ飛行機で3時間ぐらいかけて行ったのに、なんか昨日すごい伸びちゃったからな、そうだよね、もう終わったよね、そうだよねみたいな感じになっちゃうと悲しいよねね、あ、花火大会みたいな。私ね、岩国のあのね、カルスト台地の花火大会に行ったことがあって1回だけ。でもね、調べ、今年あるのかなと思って調べたら、なんか多分今年なさげなんだよね。で、去年も中止になってて、なんかカルスト台地とは別で、錦帯橋付近でも花火大会があったんだけど、それはもうなんかやらないっぽい感じの書き方書いててなんだけど、そう、あのカルスト台地のやつは去年は中止だったよみたいな感じだったから、そう、今年どうなんだろうと思ったけど、まだなんか情報が何にも出てないから、今
発表が何でもないってことはなんかなさそうじゃない、あるかな、まあ、あっても見に行けるかどうかですけど、めっちゃすごいの、なんかそう、あのすごいカルスト大地の大地に寝そべりながら花火見れるんですよ、そのカルスト大地のところの花火大会って岩国の、そうめっちゃ気持ちいい、草原に寝っ転びながら、え、しかもさカルスト大地ってめっちゃ広いやん、だからさなんか結構人来るんだけど、そんなになんかめっちゃぎゅうぎゅうにもなんないっていうか、あちょっとこの辺の芝生は人いるからあっちの芝生行くみたいな感じのさで、あのカルスト大地だから岩もねいろんなとこにあるから、ちょっと岩にこう腰掛けてもう見れるし、もたれながらとかも見れるし、あとは、まあ、山の山に山びこするんですよ、バーンボ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 ンみたいな感じであの花火の音が、そうもう山だからめっちゃ反射するのがなんか あ聞こえるなとかじゃなくて、ボン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 みたいな感じ、そうあのだしなんかレーザービームショーみたいなみたいな感じのなんか光のアートみたいな感じのもあって、花火だけじゃなくってそうめっちゃ楽しかった。いつ行ったんだ、中学生かな高校生かな、そう家族で行ったんだけどめっちゃすごかったな。いいよ、でも今年ないっぽいな。そう花火大会って大きい花火大会になればなるほどやっぱり人が多いから、そのぎゅうぎゅうになりながらちょっと人混み花火見に行きたいけどちょっと人混みがなっていうので、ちょっとなんか花火どうしようかな見に行こうかなってなったりもするじゃないですか。だけどそう岩国のカルスト大地の花火大会はまあ屋台とかあるところはちょっと人多いですけど、そこ抜けてもうカルスト大地に入っちゃえばもうこっちのもんです。でもあんまり奥行きすぎると本当に真っ暗だから気をつけないとね、岩とかも生えてる生えてるからそう気をつけないとだけど、めっちゃいいよ。私はねそうかな、自分が今まで行った花火大会でなんかすごかったの。関門海峡とかの花火大会もすごいんだけど行ったことなくって、あとは宮島の水上花火大会も行ったことなくって、あの辺もその広島山口だと結構有名な大きい花火大会なんですけど見に行ったことないんだよね。そうなの。花火を見るのは好きですか？好きです。超好き。超好き。花火。夏だよね。あとは花火も好きなんだけど、私すごい屋台が好きで、そう屋台好きなんだよね。私ねいつか屋台やりたいんだよね。あれ屋台ってどうやったらできるの？なんかさ、そう屋台とかってその、まあ、場所料金とかあるじゃん。ああいうのって調べたらちゃんとさなんか募集とかあんのかな。屋台やりたい。いらっしゃいませって。
か見る側も楽しみたいし、あの屋台もやりたいな。スーパーボールすくいとか、いやもうね、食何やる。私チーズハットクが流行ってた時はチーズハットクのがめっちゃ行列で、うわチーズハットク売りたいってなったし、何売ろうかな。カステラ焼き、いやたこ焼きかなあ。リンゴ飴もいいね。リンゴ飴刺してたこ焼き、いやたこ焼き、そう、りんご飴はその事前に仕込めるじゃないですか。だからそう2日前ぐらいからめっちゃ作っといて、でそう当日はずっとたこ焼き焼くみたいな感じ。めっちゃ楽しそう、そういうのめっちゃ楽しそうって思っちゃう。その仕込みとかもなんかめっちゃ楽しそうって思っちゃう。ね。いやーでもたこ焼きかな。たこ焼きで。たこ焼きで。あ、高校の文化祭とかは焼き鳥と焼きそばだったかも。なんかうち3年生だけ屋台ができるんですよ。3年生になった時にもう待ちに待った屋台じゃないですか。そう、焼き鳥と焼きそばだったね。そう、みんなで残った焼き鳥を最後に焼いていっぱい食べた。あとはまあなんかお昼ぐらいに自由時間あるじゃないですか、文化祭って。だけどね、その休憩時間、自由タイム明けが吹奏楽部の演奏なんですよ。だから私たち自由時間ほぼほぼない感じで、もう演奏の準備に行かないといけなくって、毎年。そうだからね、なんかあれ買っといてみたいな感じだったりとか、そうしてた。そうそう、てかもう40分でした。もっともっと話したいけど、あっという間だったね、1時間早いね。ということで2部は1時間くらいかなって思ってたので、そろそろ終わりたいと思います。みんなが屋台に行きたくなった気分のまま終わりますイエーイ。13位、ミュージックショップ1683、ありがとうございます。12位、つーちやさん、ありがとうございます。11位、みきねこファミリーさん、ありがとうございます。10位、いひでさん、ありがとうございます。9位、みやみやみやさん、ありがとうございます。8位、かさきさん、ありがとうございます。7位、きいちゃんさん、ありがとうございます。6位、むっちょさん、ファミリー隊員さん、ありがとうございます。5位、スランプくんさん、ありがとうございます。4位、中田田さん、ありがとうございます。3位、ひろかずさん、ゆびにガチ恋中、ありがとうございます。2位、おっくんさん、ありがとうございます。1位、コーラさん、この前言ってたプレゼント3つ送ったからまた見といてね、お、また見ときます、ありがとうございます。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。明日も1日頑張り、ゆみりん。それでは今日は早く寝ます。おやすみなさい。
バイバーイ。おやすみー。